番組はしがない芸人たちがあなたの願いや思いを叶えるために日本全国どこへでも全力で旅をしてきますので笑ってくだされば幸いです。前回からのミッションはこちら。有給取って有給はもう申し訳ない。米沢にある上杉神社。というわけで今回のミッションは山形県にある上杉神社へ参拝の旅でございます。まずは東京へ行き、そこから車で山形に向かうルートを選択。しかしよりによってお盆のラッシュと重なってしまいます。ありえない渋滞の中、名所を車内からお届けするという前代未聞の不親切な紹介をし、なんとか渋滞を抜け東北道へ。その日のうちに山形に入りたかったんですが、ドライバー斉藤のギブアップ宣言により福島で遅めの一本。長距離運転の疲れからかすぐに酔っ払いモードへ。今回は美男美女がいかに世の中を楽に渡っているのかを訴え出し、ゴリケンと斉藤が嫌味にしか聞こえない言葉を連発して1日目が終了。さてさて後編は。秋な感じやん。でもすごく過ごしやすい、うん、今日どうします。もう会津若松でしょ。こいつらに銃の起点を教えてやるのダメでしょ。根本になってないから。どうすか銃の起点。行ったらわかるよ、お前らがいかに俺に対してプレッ。そういうこと。いや楽しみだな今日。復習してた方がいいんじゃない。会津藩っていうのはどういうことかっていうのを堀上先生がもらっていいですか。旧幕府軍の中核を担う藩だったんですね。最終的には官軍にやられてしまうんですよ。官軍って何ですか。新政府側ですよね。薩摩藩とか長州藩。これ何でまた長州藩と仲悪くなったかっていうと、蛤御門の変っていうのがあったんですよ。蛤御門の変。ええ、その時に長州藩を朝敵にしちゃったんですね。会津藩が長州藩から言わせてみればレッテルを貼られたわけですよ、うん、その恨みがあるもんだから会津戦争の時にボコボコにしちゃうわけですね。その時に拳銃持って戦ったっていう女性がその山本八重さんであってね、今大変スペンサー銃やったけど、八重さんが撃ってた銃なんかスペンサー的なやつでしたよ。八重の森上先生見てるんですか。これ、あの、途中も見てない、最近。森上先生、話が違うじゃないですか。我々言った萩あったじゃないですか。萩がもう120年経った時にね、仲直りしましょうって会津若松氏に言ったんだって、うん、そしたら、まだ120年しか経ってませんからっつってそれを断ったっていう。そう。そんなに遺恨が残ってんの。遺恨残ってんだよ。でもゴリさんはもう長州派でしょ。いや、今日はもうちょっとフラットにしちゃってくれんかな。しなさいよ、堀上先生。東北感ってあんまりないですね。方言とかもあんま聞いてないもんね。福島弁って結構かかってるような気するわ。確かに触れ合いたいですね。あんまりこの番組触れ合わないもんね。人と大人か子供がいいですね。元気ない人がいる。太陽に向かってアピールしてる人はちょっと苦手かもしれない。うわガチガチだこれ。どこ行ってもだな。渋滞見聞録じゃないですか。歯車がダメな方向でピタッとあったな。最悪合図なしかもね。合図若松のもっと奥ですもんね、目的地は。あと3キロで分岐点ですけども、目的地はまだ真っ直ぐ。若松は左。先生どっちでしょ。合図。いやでも先生、これでによってあの目的地にっていうこともあり得ますよ。気持ちも合図だな。暴君だこれ。あら流れてきたよ。もうじゃあ行きますよ。行こう。責任取ってくださいよ。責任は先生が取る。ちょっと待って、なその分岐点の前でお前えらい分岐させるような。分岐点の前で分岐させるようなってなんですか。さあもう降りますよ、会津若松。来た。どうした地図おじさん。どこに行きますか先生。知らず、お城っていうの。いや、もちろんですね。ちょっとゾクゾクするな。かっこいい名前ですね。おお、なんかあれ城、あれなんかちょっと新しくない。鶴ヶ城って言うんですか。あ、早速。あ、鉄砲、鉄砲ってこれよ。サスペンサー銃じゃない。銃は違う。サスペンサー。間違えた。スペンサー銃だ。いや、さっきはスペンサーって言ってた。で、今サスペンサーってこっちと一緒になっちゃった。コスプレができる。これ被るんですか。はい。
松平かたもりだ。白虎隊ですね。白虎隊。バリバリテンション高い体験してるけど。合図来て5分でこの格好になってるからね。八重の人はこれかぶんないと思う。僕、八重なんだ。八重だ。八重だ。いや、これちょっと伊達政宗なんで。伊達が出てきちゃったよ。コラボレーションです、仙台と。東北コラボレーション。わぁ、すごい。はい、チーズ。記念写真一緒に写してもらえるの。いや、あ、僕らあの僕らあの観光客、ただの観光客、これができるってことです。全然撮っても大丈夫ですけど。はい、行きます。よっしゃ、はい、どうぞ。いいです。ありがとう。いや、ありがとうございます。静岡を住んでない。静岡も何回も行ってますよ。でも、あ、本当に。お願いします。行きます。せっかくだとお土産どうしましょうか。渡辺プロの人たちとね、今ねテレビ撮影してる。いや、オファーが来るかもしれない。そんな力じゃないですから。今日ね、ママがお誕生日だもんで、ちょっとタレントの人たちと変わるね。いや、ちょっとパワーすごい。あ、お母さんですか。あ、お母さんお誕生日おめでとうございます。じゃあご立憲に変わりますね。あ、お母さん見ず知らずおめでとうございます。今日の良き日をね、迎えることができて、いつまでもお元気で、ね。あ、もしもし、よかったね。俺たち何やってるんですか、これ来て。アイズで新しく始まるお祭りなの。400年前の街並みを再現、400年前に食べたであろう食べ物とか。あ、なるほどね。パエリアとかあったの。そう、あったんですよ、黄飯って言って。あったんだって。ツル食べてたんだよ、400万円。ツル、ツル、ツル、ツル。家臣にイタリア人がいた。いたの。いたの。シチューなかったでしょ。あったの。あった。合図といえば、あの銃の掟あるじゃないですか。あります。ならぬことはならぬ。今は現代版銃の掟で、あの各学校とかにも置いてあるんですよ。習うんですよ。で、子供たち多分空で言えるようになってんですよ。へぇ、合図銃の掟。年長者の言うことに背いてはなりませぬ。あ、その次。年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ。そう、次。虚言を言うことはなりませぬ。卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ。弱い者をいじめてはなりませぬ。戸外で物を食べてはなりませぬ。戸外で夫人と言葉を交わしてはなりませぬ。ならぬことはならぬものです。そうです。年上に対してのこの一輪、お前ら守れ。じゃあ奢ってくださいよ。奢る？なんで奢んなきゃいけないんだよ。いやいやいや、ならぬことはならぬものだ。ね、虚言を言うな、お前は。結構俺の、俺にビシビシくる。卑怯な振る舞いするな。ビシビシくる。お前、お前これ自腹で買えば。お前これ買った方がいいぞ。お前買った方がいいよ。奈良の手ぬぐい。奈良の手ぬぐい。いやー、長いしちゃったね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、衣装から、はい、この衣装だから。ありがとうございます。領収書 TNC でお願いします。結構ですよ。流れてとキャラが流れてきたよ、今。やつぎばやだったよ。この格好なんでしてるか今わからんもんね。ちょっと気になってた話ですけど、やっぱ安倍首相って出身長州じゃないですか。そういうのってやっぱまだあるんですか。私たち年代ではもうねぐなったな。その上の人たち安倍ね。あったかしい。だって駅に着いてタクシー乗ると思うと、おめどっか来たよって言うと、山口県、あ、降りてくんぜ。昔はそうだった。昔はですか。何年か前に会津大学に山口出身の子が入ったよって言ったのはニュースになりました。それだけで。まあね、先祖の人たちがみんなね、そういう目で見てたから、それを子供だから、くねろ、あいつがこうなっちまったのは安倍氏。それは若い世代はそのニュースを見て、あ、年寄りたちはそういうふうにこう山口とちょっとこういうなんかわだかまりがまだあったんだっていう。あ、逆にもうそれぐらいの、それで知るみたいな、うんうん、ニュースになる。分かったかしい。分かったかしい。はい、おお。個人的に、個人的に買いました。はい、もういいでしょ。え、いかんの？もういいでしょ。むちゃくちゃやな。だってまあここ車止めてまあ10メートルで帰るってどういうことよ。どういう話だな。あ、なんかうっすら白が。それせっかく左で。左行くだろ普通。もういかんのかい。行かないんだし。これまで買ってさ、白見れないってどういうことなの。ちょっと回ってくれたらよかったのに。ご立腹だな俺は。年上のことはね、ちゃんと聞かなきゃいけない。でも斎藤はもう絶対に聞いた方がいいよな。でも俺あそこの人じゃないですかね。なかなかのクソ発言。そこまでは言えないな俺。クソ野郎もいいとこだよこれ。わかるけどね。すいません、なんかちょっと俺が悪いか
5000% クソクソぶり当ててるけど大丈夫？クソぶり当ててるから。笑えないクソぶり出てるけど大丈夫？俺たちももう手に余っちゃってる。ちょっと斉藤がコンビニでトイレ行ったんで、コリさん事件に来てる。あいつがやれることないでしょ。ならぬものはならぬことっていうのをね、もう本当に教えてやんなきゃいけないし、今日長めに行きますからロングバージョン確定。あいつの言葉覚えてます？じゃあおごってくださいよとかっていう、あの考えられないあの言動。俺ここの人じゃねえもんっつったじゃん。ようこの会津の地でそんな銃の掟をお前は破ったんだ、さっき。すいません。ではまさか自分が食らうと思ってなかった。あフレディ斎藤になった。これを復唱しなさい。まっすぐ立って、そう、そう、予言を言うことはなりませぬ。そう、卑怯な振る舞いをしてはなりませぬ。そう、弱い者をいじめてはなりませぬ。そう、都外で物を食べてはなりません。そう、都外で不人と言葉を交わしてはなりません。ならぬことはならぬものです。ここの人間じゃないからとかって言った言葉は撤回しなさい。撤回します。もう人として大丈夫か？もう生まれ変わりました。すいませんでした。ならぬものはならぬものです。そうだな。よし、どうでした？もう反省したね。反省しました。お前のやっぱもう気持ちがなってなかったからな。閉めろ、閉めろ。お前裏切んな。ちょっと早くしろ。バカがあいつよ。ショータイムの始まりだぜ。長い眠りに入るか。これわけわからなくなるやろ。なんで俺がこうなってんの。開けろ。え？ならぬことは？言え、ほら。ならぬことは？ならぬものです。ならぬことは？ならぬものです。ならぬことは？やばい、ドン。ならぬものです。ならぬものです。分かったか？失礼しました。なあ、はい、二度とすんじゃねえぞ。はい、てめえ。謝れ。謝れ、俺にやったの謝れ。ゴリさん、そんな謝っていいんすか？さっきこいつにあんだけ言わして、ゴリさんの負けになりますよ。いやいや、もうお前なんや。もうじゃあ言うこと聞くな。あ、言うこと聞くな。嫌だ、じゃあ。おい、陽気出てるやろ。行けろ、みんな見てる。頼む。分かった分かった、引き分け。引き分け。いや負けだろ。引き分けだ、うん、もう負け負け負け。開けてくれ、入れ。お前なんや。ちょっと一番卑怯だと思います。お前も最低だな。行こう。足で蹴たくられたからな、ペペリ。喜多方に入ったんで、まあラーメン屋があればもう入っちゃいますね。あったあった。めっちゃチャーシュー乗ってるんですよ。そう、ここ知らん。うまいものはうまいものですって書いてある。うまいな。看板に惹かれて入ったこちらのお店で本場の喜多方ラーメンをいただきます。私が普通の醤油ラーメンですね。ザ・喜多方ラーメンです。縮れてますね。うわ、うまそうこれ。お、うまい。うまい。ここでね、チャーシュー麺です。うわ、うまそう。うまい。麺似合いますよね。本当ですか？来るんじゃないの、 CM は。麺の、麺の、いいね、来てもらったら、うん、
いや、マジうまいわ、これ。うまいし、柔らかいし。合わせ技で2本ですね。1本じゃなくて。1本じゃなくて、2本。全然よう分からんけど合わせる必要ないじゃないですか。3本とかの方が良かったかもしれない。なるほどね。ホリケンのコメントにはイラつきましたが、こちらのラーメンは絶品です。いよいよ米沢に行きますか。山形にのどかなとこやな。しかし本当よね。すごくいいね。いや、いよいよって感じですか。いい農作物が育ちそうじゃさすが酒どころじゃ。東北っていうだけですっかり殿様気分なの。なんで東北イコール殿様になったのかちょっとよくわかんないです。ご機嫌なんだったらいいんじゃないですか。山形県入りますよ。米沢市来た。お、行った。来たよ。到着です。本当に長かった。さくらんぼあったら食いたいね。皮ごと食えるやつあるよな。さくらんぼ基本皮ごと食えますね。あ、そうなんだ。剥かないでしょ。チェリー剥く人見たことあります。ビニール栽培っぽいけどな。ハウス栽培じゃなくてビニールのことじゃん。いつ こけたのどこからやり直したい。産声を上げた時からじゃないの。牛はいませんね。ああ、米沢牛コロッケってことでしょ。最近ちょっと全国回るとやっぱ牛どころには絶対コロッケあるんだよね。牛どころじゃなくて牛どころ。一個一個指摘されると会話にならんかもしれない。気になるからさ、指摘せざるを得ないよ。せめて牛どころでしょ。牛沢牛って言ってんだから魚を魚どころって言うでしょ。魚どころって言わないでしょ。魚どころって言うなあなあって。もう喋らん。もう相談言うんやったらしっかりしてくれよ先輩。恥ずかしいんだよな、なんか同じ事務所なのか。難しいのはやっぱ罪の意識が出ないのよね、これ悪いなと思ってないってことですか。全然思ってないですよ、俺。だって牛どころってなんと悪いなって思わないですもん。見てる人が、うん、牛ってなるか。ペペも一応そう、一応訂正しなきゃいけない言ってるだけ。逆にでもほら、こういう考えもない。新しい言葉が生まれるんじゃないけどさ。ミスだからさ。じゃあこれからなんかちょっと間違えたりするごとになんか膝の上に石を置いていこうか、正座で。これ半日でそれ膝壊す自信あるんですか。半日でいいじゃん。おっ、こんな山中にあんの。こんな山中山中じゃなくて山中でしょ。もうやめてやろう。あんまりやると窒息しそう。いや、ちょっと泡吹かしてやろうかなって。やれよ、今日張り切ってんだからさ。なんでこんな怒られなきゃいけないんだよ、俺は。お前やめろよ、張り切ってるとか言うの。張り切ってる人に張り切ってるとか言うなよ。今日なんか恥ずかしい。恥ずかしいよ、それ。張り切って頑張ってんだから。さくらんぼでしょ、今。嘘。あの今なかった。交通安全のマークは。さくらんぼ。さくらんぼ意識してるやつだったの。ね。違うと思うんやけど。違うんじゃない。これでしょ。これサクランボじゃない。これサクランボじゃないでしょ。ハートやん、あれ。これさ、そのまんまじゃない、ハートだったら。いや、そのまんまでしょ。あ、そう。だってヘタとかないじゃないですか、ここ。あ、なるほどね。まあ、やっぱあるんだな、山を越えたら町が。ね。そうですね。もうなんか何言っても気になりだしてきたな。そんなもんだよね。外国人シフトになってるな。外国人シフト。ゴリケンシフトになってるね。なってんだこれ。前科があるからさ。あれだ。ほら、上杉線の。ほら。上杉線。上杉線。ここじゃない？ホームズ。いや、まだや。違います。上杉線って。上杉線って何ですか？あなた言ったよ。気づかやったもん。あら、なんか堀があるぞ。あった。うわ、すげえ。これあ、神社だ。そうよ、神社だわ。矢野くんは後ろにいます。ずっとおったけどな。ずっとおったわ。堀の中にある神社って初めてよ。これすごい立派だね。綺麗やん。あ、なんかこういうの持ってるよね。あ、持ってるね。あの、目の前おったらちょっと怖いな。
目の前来たらちょっとこう会釈する、得意の会釈が出るの。侵略ではなく全てが義のための戦いであった。依頼者の人の言う意味が分かったな、うん、これそうなんだ。なせばなるって、なさねばなる何事も、なせばなるって相当言うのよ。これ塾のやつじゃないんだね。アメリカのケネディ ケネディが日本の政治家で最も尊敬しているのは上杉鷹山であると答えた。かっこいい。 JFK があれ、努力の上には何だっけ、花が咲くは、あれ中村学園近所だからよく見るやつで、なんだっけなと。戦国時代の好きな人にはたまんない。だって伊達政宗さんも誕生の地って書かれてるし、うん、ここは普通に神社としても立派だしね。来てよかった。口開けてるよ。あっち開けてないのね。ハンサムだ。あ、狛犬大体そうだよ。あ、アウンだから。ああ、アウンの呼吸最ですか。違う。わ、いい、結構いいっすね。すごい、すごい、ピシャッとすんね。はい、チーズ。さあ、編集来ました。はい、帰省シーズンの中、遠い遠い米沢まで行ってくださり本当にありがとうございます。ゴリパラの皆さんにお会いできただけでも感激なのに、僕のリクエストの上杉神社が当たるなんて最高に嬉しいです。有給取って早起きした甲斐がありました。朝から舞い上がってしまい、皆さんへの差し入れを忘れたことだけが悔いが残ります。また周りに僕ら以外にもゴリパラキッズがたくさんいたことにも感激しました。僕らゴリパラキッズは番組の DVD 化をずっとずっと心待ちにしております。こんなに楽しい番組は他にありません。日本全国の人たちに知っていただきたいです。ゴリさん、斉藤さん、ペペさん、トミさん、これからもずっと夫婦で応援し続けますので頑張ってください。今日は本当に遠いところまでありがとうございました。いや、もう以上です。我々ゴリパラキッズ、我々が嬉しいです。遠いけどね、今日は。いや、この生き方もやめよう。これはね、もう常軌を逸してる、本当に。反対側すごいことになるわな。車が、渋滞が。これはやばいよ。やばい。これまたあの地獄の首都高行かないとダメなんですけど。どこでもドアっていいよ。